俺の名前は川又和樹。24歳の俺は大学を卒業後、しばらく職にもつかず、ブラブラと遊んでいた。すると親父に極つぶしだと言われ、ヤクザ組織池田組に連れてこられてしまったのだ。いずれはこうなるだろうとは思っていたが、さすがに本当にこうなるとため息しか出ない。何せヤクザの下っ端と言ったら礼儀がうるさく、小さなことでもぶっ飛ばされる。痛い思いをしていた俺は、ある日若頭補佐にどやされることとなった。おい、和樹、てめえ何してくれてんだ。突然そう言われた俺は、逃げるように走り出した。待て、てめえなんで逃げてやがる。捕まって怒鳴られ殴られた。痛いですよ。痛いじゃねえだろうが、なんで逃げるのかって聞いてるんだよ。追いかけられたら逃げますよ。怖いですから。てめえは追いかけなくても逃げるだろうがよ。まあそうですね。殴られるのは目に見えてますから。笑ってんじゃねえや。そんなこと言われても。この若頭補佐の清水とは、火と油、犬猿の仲、平たく言って嫌いなやつだ。いつも俺に文句をつけてくるし、相手も俺のことが嫌いらしい。だからできるだけ避けていたいわけだが、相手は俺を捕まえては殴ってくる。もう、これは完全にイチャモンだろうということまで言ってくる。だが、相手は若頭補佐。俺は下っ端だ。結局反論することもできず、やられるしかないわけだが、俺はそれが気に入らないわけだ。おい、なんでてめえはみかじめ料の回収に行かねえんだよ。え、回収？集金？どっちですか？どっちでもいいんだよ。俺は行けって言っただろうが、なんで俺がやれってことをやらねえんだよ。え、言われてないからですよ。何？だって、今朝はそんな指示を受けてないですから。いいや、俺は言ったぞ。まあただ、言った言ってない。毎度のことだが、自分が指示を出していないのに俺のせいにされる。最悪だと思ったのが、自分がやってミスったことまで俺のせいだ。ガキかよ、と思うが、それは言えないのが下っ端だ。言われてないですよ。言われてれば行きますけど、言われてないですし。たとえ言われてなくても、言ってくるもんだろう。やることは分かってるんだからよ。てめえはいちいち言わねえとできねえのかよ。そうじゃないですけど、みかじめ料って回収しなくてもいいんじゃないですか？やっぱりこれって集金ですよね。どっちでもいいって言ってんだろうがよ。いいか、みかじめ料はヤクザの大事な収入源なんだ。それをもらいに行くのは下っ端の仕事なんだよ。いちいち言われなくてもやるべきことなんだよ。それなのにどうしててめえはやらねえんだよ。赤ん坊みてえに教えてやらねえとできねえのかよ。やだな。赤ん坊は何を教えても何もできませんよ。あれは毎日ミルク飲んで寝てるだけですから。あんなに自己に忠実でいられるってのは羨ましいですよね。うるせえんだよ。俺はそんなことを言ってるんじゃねえんだ。てめえは赤ん坊みてえに手取り足取り教えねえとダメなのかって聞いてるんだよ。どっちだと思いますか？俺としてはそこまでじゃないと思いますけど。っていうか、赤ん坊は手取り足取り教えてもやっぱりダメだと思うんですけど。本当にうるせえな、てめえは。そうですか？正論言ってるだけだと思いますよ。とにかく、みかじめ料を取りに行ってこい。やらねえと俺が兄貴から怒られるだろうがよ。自分が怒られるから俺が言われるんですか？それもおかしな話ですよね。なんで若頭補佐が怒られるから俺がやらないとならないんでしょうか？そうかよ。ってことは、俺が怒られるからじゃねえや。てめえがやるべきことをやらねえからやれよ。いいか、みかじめ料をしっかり取ってこい。さもねえとてめえの面が二目と見れないくらいにボコボコにしてやるぞ。それは嫌ですよ。でもその前に、みかじめ料を集金してもいいのかどうかですよね。みかじめ料って今は集金したらいけないことになってますよ。
それなのにヤクザの収入源だからってだけで集金するのは違法ですよ。ヤクザが違法も合法もあるかよ。でも警察に捕まるのはマジ勘弁なんで、俺はヤクザをやって警察に捕まるとかなしで行きたいんですよ。なんだ？てめえがなしで行こうとどうしようと構わねえが、やらねえとならねえことなんだからしょうがねえだろうがよ。これは組の決まりなんだ。え？組の決まりなんですか？本当に？おかしいな。俺は聞いたことがないんだけど。うるせえんだよ。負けそうになるとうるせえっていうのも良くないですよ。ちゃんと冷静に話し合いましょう。俺はてめえが嫌いなんだよ。それはなんとなく分かっていましたが、どうして俺が嫌われないとならないんですか？そうやってごちゃごちゃと余計なことばっかり言ってるからだよ。上から言われたことは素直にやればいいんだ。それは違うと思います。間違っていることまでやらないとならなくなりますよ。若頭補佐が言っていることに間違いがないならやりますが、特にみかじめ料を集金するなんてのは違法行為ですから。俺が言うことを聞く必要はないと思います。てめえはどうしてそうも理屈っぽいんだ。さあ、俺の中では理屈だとは思ってないんでわかりません。俺はごく普通に疑問をぶつけているだけです。いいか、みかじめ料は集金しておいてやらねえと店側も困るんだよ。それを払うことで組とのつながりができて、何かあった時にすぐに助けに行けるんだからな。つまりは店側と組側の大事な契約なんだ。だからてめえは何も考えずに集金に行ってくればいいんだ。俺が言ったとか言ってないとかそんなことは関係ねえんだよ。わかったな？わかりませんよ。それでもしも俺が警察にマークされたらどうするんですか？そんなこと知るかよ。俺が捕まるってことじゃないですか。それは嫌です。堂々巡りだろうがよ。なんでそううるさいんだよお前は。そうは言われても自分の身を守るのは自分ですから。他の新入りはてめえみたいにうるさいことは言わねえぞ。言えないだけだと思いますよ。若頭はすぐに殴るから。俺は殴られても納得できないことは絶対にする気はないですけど、他の人たちは殴られるくらいなら言うことを聞こうって考えますよね。でもそれが地獄の入り口なんですよ。地獄の門をくぐったら待っているのは刑務所という自由のない場所です。俺の代わりに若頭補佐が入ってくれるならやりますが、絶対に入らないでしょ。それなのにどうして俺がやらないとならないのか。こんなの嫌以外にないじゃないですか。あのな、みんな文句を抱えてやるんだよ。理不尽だと思うが、やりたくないと思うが、なんであろうと上から言われたことはやってるんだよ。それがヤクザの世界なんだよ。そうか、ヤクザの世界っていうのは面倒ですね。素人さんの世界も似たようなものらしいですけど、法に触れるようなことは滅多にないからそこまでじゃないってことですが、ヤクザは法に触れることでもやらないとならない。これは絶対的にヤバいことだってわかってるのに。おいこら、大概にさらせ。てめえがやらねえで俺が怒られたらどう責任を取るんだ。責任を取れとか言われても、俺はみかじめ料は集金したくないだけですよ。どこまでもふざけた野郎だな。なんでてめえみてえのがうちの組に入れたのか俺にはわからねえや。入れたというよりは強制ですけどね。なんだ？何が強制なんだよ。そこは知らなくてもいいところですよ。だから気にしないでください。気にするのだと？そうですよ。人には言いたくないこともあるわけですから。てめえはそこまで俺を怒らせてそれでいいと思ってるのか。人と人がいるわけですから怒ることもあると思いますよ。そんなことに目くじら立ててたらダメですよ。てめえぶっ殺すぞ。そんなことしたら待っているのは刑務所ですよ。もういい、てめえは出ていけ。え？若頭補佐は俺の胸ぐらをつかみ低い声でそう言った。まるで周りに聞こえないようにだ。これで俺が本当に抜けたらこいつはどうするつもりなのだろう。だが何も考えていない清水は再度俺に言った。
責任を取って組を出ていけ。やっぱり周りに聞こえないように、しかも俺の顔に自分の顔がくっつくんじゃないかという距離だ。俺はここで二つの反撃を考えた。一、このままキスする。しかしこれは俺も気持ちが悪いので却下だ。二、責任を取って脱退しますと元気に言う。となるとやはり二番だろう。わかりました。組を脱退して責任を取ります。すると清水は思っていたのと反応が違ったのだろう。多少の立ちろぎを見せたが。おお、そうか。素直でいいやな。だったらすぐに出ていけ。と、俺を突き飛ばした。おかげで俺は自由になれたわけだ。だが、清水はそれだけでは気が済まなかったらしい。てことは、てめえはもうこの組の人間じゃねえやな。にやりと笑った清水は、俺の腹にパンチをめり込ませた。何するんですか？何ってよ。俺のことを忘れねえように、パンチをくれてやったのさ。急にそんなことされたら、こっちだって痛いじゃないですか。内臓が破裂したらどうしてくれるんですか？それこそ責任問題ですよ。そんな簡単に内臓が破裂してたら、組員なんて誰もいなくなるんだよ。そんなだからみんな清水さんを怖がるんですよ。怖がるぐらいでちょうどいいのさ。てめえは組を抜けると言ったんだ。二度とこの組の敷居はまたがせねえからな。またぐかどうかはわかりませんけどね。それは清水さんが決めることじゃないんで。俺は二発目が来ることを想定して体に力を入れていた。こんなに殴られていたんじゃ、いくら健康なダンスとはいえ、いつどうなるかわからないからだ。それにしても最低な男だ。俺が二度とまたがせねえって言ってるんだよ。てことは、てめえがこの組の敷居をまたいだときは、てめえがあの世に行く日だってことだ。それを肝に銘じておくことだな。わかりました。俺もあの世に行くにはまだ若すぎるんで、二度とまたぎたくはないですよ。じゃあ、そういうことなんで、俺は出ていきます。おお、出ていけ。組長には俺がちゃんと説明しておいてやるからよ。どうせ本当のことなんて言うはずはない。こいつのことだ。自分に都合のいいことだけを言うに決まっている。だが、それで俺が困ることはないわけだ。俺は清水に背を向けると、本当に組から出ていった。その翌日のことだ。俺は自宅に戻ると、すべてを親父に報告したのだが、それを聞いた親父は激怒し、俺を連れて池田組の事務所を訪れることとなった。俺としては、池田組を抜けたのだからもう終わりでいいじゃないか。そう思っていたが、親父はこれで終わりにはできなかったらしい。お前はここで待ってろ。親父に言われて、俺は組長室の前で待つこととなった。学生の頃に廊下に立たされていたことを思い出す。あの頃もよく廊下に立たされていたよな。すると清水がやってきた。いや、なんでてめえがここにいるんだ。ああ、清水。目上を呼び捨てにするとはいい度胸じゃねえか。もう俺は組の人間じゃないんで、そこは気にしないでくださいよ。組を抜けたてめえがどうしてこんなところにいるんだ。え、それは。理由を説明しようとしたが、組長室の前にいること自体が気に入らないのか、俺の胸ぐらをつかむと、引っ張り外へと連れ出された。あそこで待ってるように言われたんですからダメですよ。何がダメなのか、それを説明したくてもまるで聞こうとしない清水は無言だ。だが、外に出た途端、俺は地面に放り出され、転がされた。おかげで尻餅をつく始末だ。何するんですか？それはこっちのセリフなんだよ。二度とこの組の敷居はまたぐなって言っただろうが。それはそうですが、こっちにも事情があるんです。何が事情だ？てめえは組を抜けたんだ。抜けた奴が組に来る必要はねえだろうが。それとも他の組に入ってスパーにでも来たのか？いくらなんでも昨日脱退してすぐに別の組織に入るのは無理でしょう。それに入ったばかりの下っ端にそんな大役は回ってきませんよ。じゃあなんで組長室の前にいた？あそこで組長の話を聞いてたんだろうが。
どうしてもスパイだと思いたいらしい。そんなことないですってば。だいたい今のご時世、本当に中の話を聞こうってんなら、盗聴器を仕掛けるでしょ？わざわざ立ち聞きなんてしませんよ。そんな非合理的な方法。てめえは何をするかわからねえからな。それは清水さんも同じですよ。何？俺のことばかりそうやって言いますが、清水さんだって疑われても仕方がないことをしてるでしょ？何をしてるって言うんだよ。幹部が立ち話してるところをじっと見てたりするじゃないですか。俺が組長室の前に立っているのを立ち聞きだと言うなら、清水さんがしていることも同じですよ。何？俺は幹部だぞ。幹部の俺があちこちに目を光らせるのは仕事の一環だ。だから、清水さんからしたらそうだけど、旗から見たら違うってことですよ。それと同じで俺も理由があって立っていただけで、立ち聞きなんてしてないんです。ほう。じゃあどんな理由があるって言うんだよ。言ってみろや。俺が納得するような話なら信じてやれ。別に清水さんに信じてもらわなくてもいいですけど、殴らないでくれるだけでいいですよ。殴るかどうかはその話を聞いてからだ。しょうがないな。組を抜けたんで組長に話しに来たんです。なんだよそんなことかよ。組長には俺からちゃんと説明してあるんだ。だからてめえが話すようなことは何もねえんだよ。昨日も俺が言っておくと言っただろうがよ。俺もそれでいいとは思いましたけど、どうもそれだけじゃダメらしいですね。何がダメなんだ？それはわからないですよ。俺だって別に池田組を抜けたところでどうってことはないんですから。池田組を抜けてもどうってことはねえだと？はい、そうですよ。俺としては別に問題ないです。入りたくて入ったわけじゃないんだから。てめえはヤクザになりたいからこの池田組に入ったんだろうが。俺はヤクザになりたいわけじゃないですよ。だったらなんで入ってきたんだよ。なんででしょうね。そういう流れってやつですかね。ふざけたことばかり抜かしやがって。事実なんですからしょうがないじゃないですか。清水さんは池田組でヤクザになりたかったんでしょうけど、そうじゃない人もいますよ。生まれ落ちた家柄のせいでやりたいこともできない人だっているんだから。てめえの家はそんなに金持ちでやりたくねえことをやらされるってことか。まあ近からず遠からずってところです。何？てめえが言ってることは全くわからねえや。まあそういうことなんで、俺は組長室に戻りますよ。まだ話は終わっちゃいねえんだよ。俺が行こうとすると、清水は俺の襟首をつかみ引っ張った。おかげで俺は首が締まり咳き込み、その場に倒されてしまった。どうしてそうも乱暴なんですか。本当にやめてくださいよ。危ないですから。うるせえんだよ。やっぱりてめえが気に入らねえや。てめえが言ってることは俺には全く理解できねえ。それは知能レベルの問題じゃないですか。俺がバカだって言うのかよ。どっちがバカなのかはさておいて、理解力はないようですね。ああ、そのようだな。理解できねえときはどうするのか知ってるか。え、勉強ですかね。いいや、こいつに教えてもらうのさ。そう言うと、清水は俺の胸ぐらをつかみ、顔に拳をぶつけてきた。俺は応戦することはせず、両腕で顔を覆い、パンチを避けるにとどめた。ところが、顔がダメだとわかると、腹にパンチをめり込ませ、その痛みで体をくの字に前のめりにすると、背中に肘鉄が飛んでくる。それで倒れ込んだ俺は、脇腹を蹴り飛ばされた。やめて。はっはっは、これでわかっただろう。どんなに死の子の言おうと、言葉なんかじゃ通用しねえんだよ。結局は拳なんだ。いいか、ヤクザってのはよ、拳が強くねえとダメなのさ。俺はダンゴムシが丸まるように体を丸め、必死に痛みに耐えていた。すると話が終わったのか、組長室から出てきた親父と組長は、俺が組長室の前にいないことに気がつき、外まで出てきた。
ところが外では清水が俺をボコボコにしているわけだ。親父は俺に駆け寄り、組長は清水を取り押さえた。なんてことをしてやがるんだ。清水やめろ。組長止めねえでくれ。こいつは組を抜けたにもかかわらず、こうやってのうのうと池田組の中を嗅ぎ回ってやがるんだ。何を言ってやがる。一体どんな勘違いをしてるんだよ。冷静になれ。必死に止める組長に息を荒くする清水。その横で俺は殴られ体のあちこちに痛みが走っていた。そんな俺を親父は支え、どうしてこうなったのかと聞いてきた。意味がわからないですよ。脱退したのにどうしているのかって聞くから、理由を言おうとしても聞く耳を持たないし。組長室の前で立ち聞きしてたと因縁をつけられて、俺のことをスパイだと言い出すし。俺が冷静に話しているのに理解ができないから拳に聞くって、殴って理解できるって脳内筋肉なんじゃないですか。そうなのか、清水。確かにそんなところです。清水、なんてことだお前は。お前が昨日俺に説明した脱退の理由だが、あれも違うじゃねえか。え？たった今川又さんから聞いた。わけがわからねえのはてめえの方だ。いや、組長、あいつが上司の俺の言うことを聞かねえから。俺は制裁を食らわしたまでのことですよ。親父が来たからって親父の言うことを信じるんですか。てめえよ、親とは言ってもただの親じゃねえんだぞ。ただの親じゃねえ。組に金を落としてくれてるってことですか。そうじゃねえや。和樹さんはよ、うちの組に修行に来てるんだ。事情を詳しく説明したら修行の意味がなくなる。そう言われていたから、俺と若頭しか知らない話だったんだが、まさかてめえがこんなくだらねえことで拳を振るっているとはな。修行だって、こいつなんてどんなに修行してもヤクザになんかなれるもんじゃねえや。こいつは口先ばっかりのろくでなしですよ。おい、和樹のおやっさん。あんたがどんなつもりでこいつをうちに預けたのか知らねえが、あんたのガキがヤクザになるのは無理な話だ。諦めて連れて帰れよ。随分と態度のでかい男だな。すみません。こいつはちょいと血の気が多くて。こんなに冷静になれねえような奴が若頭補佐なのか？仕事はできますし、若い奴らからも慕われてるもんで。嘘ですよね。若い連中は慕ってなんかいませんよ。ただ言うことを聞かないとすぐに殴りつけてくるから、間違ってると思っても言うことを聞くしかないだけです。俺はそれが嫌だから、間違いは間違いだと言うし、納得がいかないことは意見を言うわけです。でもそれすらも拳で抑えようとしてくる。こんな横暴な奴なんだ。みんな黙るしかないんですよ。それは本当なのか？本当ですよ。今の俺を見ればわかるじゃないですか。なんてことだ。違う、組長、そうじゃねえんだ。上の言うことを聞かせるためには殴らねえとならねえ。俺は先輩や兄貴たちからそうやって教えられてきたんだ。だから殴られるのは当然のことなんだ。あんたのは愛の無知なんかじゃないだろう。相手を言いなりにさせたいだけじゃないか。そんな奴の言うことなんて俺は絶対に聞かないし、そんな奴のために頑張ろうとも思わないね。確かにな。それが本当なら下は言うことを聞かねえ。言うことを聞いているように見えても、それには鬱憤しかたまらねえや。それでも下の連中は俺の言うことを聞いてるんですよ。だからそれはあんたのことが怖いからだよ。そんなこともわからないのかよ。こんな奴が若頭補佐なんだから下っ端はたまらないんだ。てめえ言わせておけば。やめろ、清水。おい、清水さんよ。あんたはみかじめ寮の集金に行かせていると聞いたが、本当なのか？ああ、当然だろうがよ。みかじめ寮ってのはよ、組の大事な資金源なんだ。素人のあんたにはわからねえだろうがな。その資金を回収するのが下っ端の仕事なのさ。清水、てめえ誰に向かって話してるんだ？誰って、こいつの父親じゃねえですか。
この方が誰なのか分かってねえのかよ。誰って、だからこいつの親父でしょ。それが誰なのかだ。は？俺の親父は本家川又組の組長ですよ。はあ、そんなわけあるかよ。本当だ。嘘だろう。お前は本家の組長の顔も知らねえのかよ。マジかよ。じっと考え込む清水だったが、やっと納得したらしく、分かった途端に謝り出した。すいません。どうも人の顔を覚えるのが苦手なもんで、全くわかりませんでした。まあいいさ。それよりみかじめ料だ。あんたは本当にみかじめ料を取ることが大事なことだと思ってるのか？そりゃ、あれは大事なしのぎの一つですよ。なるほどな。組長、池田組では未だにみかじめ料を請求することになっているのか？俺はみかじめ料は請求するなと指示しているはずだが。はい、もちろんです。みかじめ料は取らないということで、組員にもちゃんと伝えてあります。それなのにどうしてこいつはみかじめ料の集金を下の奴らにさせてるんだ？清水、どうしてだ？それは、確かに組長はみかじめ料を取るなと言いましたが、俺としてはみかじめ料ってのは大事な資金源だし、そいつを捨てるなんてのはもったいないことだと思ってますから。そのために札に目をつけられてもか。え？札に目をつけられれば丸棒が動く。そうなれば痛くもねえ腹を探られて、組が解体ってこともあり得るんだ。だから表立ってやれることじゃねえや。それにそんなちんけなことをして無所に入ることになってもつまらねえだろうがよ。それはそうですが、捕まるのは所詮集金している下っ端ですから。下っ端が捕まったところで問題はありませんよ。なるほどな。和樹が言っていたことはこういうことか。そうです。清水さんは下っ端がどうなろうと関係ないという考え方なんです。これでも下の連中は言うことを聞かないとならないんですか？確かにな。これは考えもんだよな。しかも反論した俺は殴られたんだ。おかしな話じゃないですか。池田さんよ。はい。こいつは不要だな。はい、そのようで。え？不要って？蹴りをつけさせろ。はい、沈めますか。どういう？本家の組長さんがそう言うんだ。しょうがねえだろ。沈めるって、嘘でしょ？この程度のことで、まさか海に沈めるってことじゃないですよね。お願いしますよ。そんなことしないでくださいよ。謝りますから、頼みます。さすがにこれで沈められたんじゃ、辛すぎますよ。うるせえな。本家の組長が誰なのかもわからず、その息子をぶん殴ったんだ。沈められるくらいは当然のことだろうよ。そんな、知らなかったんですよ。頼みますよ。命ばかりはお助けください。この通りですから。清水はその場に正座すると土下座して謝り出した。こんな無礼な奴を許せというのか？本家の組長を馬鹿にしておいて、許すことができると思ってるのかよ。それはねえだろう。他のことなら何でもします。どんなことでもしますから。組長の代わりに無所に行けと言うならそれでも構いませんから、お願いします。命は取らないでください。おお、何でもするのかい。ならば組の資金を作ってもらおうか。組の資金ですか？ああ、組の資金だ。いくらでしょうか？1億だ。1億？そのくらいは稼げるだろう。そんな大金。大丈夫さ。どこからか1億借りれば済むことだろうが。借りるって言われても。清流の金田なら、側近で1億くらい貸してくれるだろうよ。その後は金田の言うなりに働けば何とでもなるだろう。とにかく許してほしいなら、側近で1億だ。それが嫌なら、魚の餌になるんだな。わかりました。金田に借ります。覚悟を決めた清水は金田を呼びつけ、1億を借りることになった。電話を受けた金田はすぐにやってきた。
本日はご連絡いただきましてありがとうございます。1億とお聞きしましたが、お間違いないでしょうか。ああ、俺に1億貸してくれ。それを川又の組長に入れてくれ。はい、かしこまりました。それでは送金の処理をしております間に、こちらの書類にサインをお願いします。こちらが借用書で、こちらが生命保険の加入申込書になります。金田さんよ、俺はどんなしのぎに回されるんだ。カニ漁船をご用意しております。カニ漁船か。仕事さえ覚えてしまえば、一回の漁で1000万を得ることができますから、10年もすれば完済できるかと思いますよ。そうかい、頑張るしかねえよな。はい、海には落ちないようにお願いします。海に落ちたら誰も助けることができませんから。そうなりますと保険屋が泣きますので。はは、そうだな。清水は寂しい笑いを浮かべると、金田に連れて行かれた。それから10年が過ぎ、俺は若頭になっていた。それでも戻ってこない清水を時として思い出すこともあった。あいつ何の連絡もねえが海に落ちてるんじゃねえだろうな。あんなことさえなければ奴も元気にやっていたはずだ。10年前の自分を振り返り、何ともやるせないものを感じていた。そんなある日、清水が姿を現したのだった。和樹さん、お久しぶりです。その顔は随分と精悍な男という感じだった。清水さん、終わったんですか。はい、1億完済することができました。じゃあ組に戻ってきたわけですね。はい、組長には先ほど挨拶しました。ということは若頭として。いやあ、10年も留守にしていたんですから、そうはいかないでしょう。俺が急に若頭になったら、若い奴らもやる気を失いますよ。俺は海で得たノウハウを生かして、若い奴らの指導役になりました。ほう、それは。あっはっは、10年前の俺を知っている和樹さんからしたら、俺が指導役なんて変だと思うでしょう。でも俺も随分と考えさせられましたから。船長がいい人でね。上に立つというのはどういうことなのか、あの人を見て学びましたよ。だから今の俺はあの頃の俺とは違うはずです。拳なんか使わなくても人を動かすことができるようになりましたしね。そうなんですか？あのままずっと組にいたら到底得ることができなかった多くの経験と知識を得ることができましたから。和樹さんには感謝しています。そう言って笑う清水は、本当に一皮も二皮も剥けたような清々しさがある。きっと海の上で素晴らしい経験を重ねてきたのだろう。俺は傘下の指導役清水がどんな指導をするのか楽しみだと思いながら彼を見ていた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。